何か悪い予感がするぞ。何かしらが起こっているような予感がする。大丈夫なんだろうか。ん、あれなんかない？気のせいかな。行きたいと思います。目指してこう、目指してこう。もう乗り物乗ったままこの先には進めない。マジで。じゃあ降りるよ。ごめんね馬。名前もないからごめんね馬。じゃあこの先は私一人で進みます。一人じゃないけど仲間はおるけど。え、全然この先行けるやろ。なんで降ろされた私。あ、ここから、ここからか。いや全然馬乗ってこれることない。あれもモンスターか。お、あれか村。え、なんか錆びれてない？錆びれとるっていうか、なんか、え、何、錆びれてない？違うの？めっちゃなんか草とか、草というか苔とか生えてない？どういう状態かがちょっといまいちわかんないんだけど。え、でも一応これだな村。牛がおる。なんか民族とか住んでそうな感じやけど。時代を感じる。待って、こっちじゃない。こっちじゃない。全然違う方向行きよりやん。ここか。あ、なるほど、ここね。あ、なるほど、なるほど。これだ、これだ。ようこそ、プチャラオ村へ。古代の神秘、プワチャット遺跡の探検。心ゆくまでお楽しみあれ。ね、それちょっとワクワクする感じの。ワクワクするアトラクションみたいな。イエーイ。あ、ちゃんと人工物あるね。古代やって古代。確かになんか昔っぽい感じするもんね。歴史を感じるよ。あ、なんか中めっちゃ、中めっちゃ綺麗やったんやけど。びっくりした。思っとったより全然綺麗やった。へえ、全然いいやん。え、お祭り？お祭りじゃない。普段から提灯飾っとんかな。すげえな。表と全然雰囲気が違う。おい、こんなところでボサッとすんな。邪魔だぜ。どけどけ。なんだ態度悪いな。何優雅に歩いてんだ。この村の創造しさは相変わらずね。この村は古代に石化あることで有名でな。以前わしらはウルノーガの情報を求めてこの村にも立ち寄ったんじゃよ。プワチャット遺跡の神秘。壁画にて微笑む妖艶なる美女が絵を見た者に幸福をもたらす。だってよ、無さんくせえな。じいさん、こんなところで何か分かったのか？ほほ、確かにの。お主が言うように、その時は何手かりも得られんかった。じゃが、あの時とは状況も違うからの。今回はアイナもおるし、改めて遺跡を調べれば何か収穫が得られるかもしれんぞ。確か遺跡はまっすぐ道なりに進んで、奥の丘を越えた先にあったはずよ。手分けして情報を集めつつ行ってみましょう。手分けするの？みんなで一緒でいいんじゃない？プチャラオ村。なんかめっちゃ人多いな。だいぶ多いな。アイナ、こっちよ。例の石は奥の階段を登って道なりに進んで丘を越えたところにあるわ。みんなも先に向かっているはずよ。それにしてもこの村の雰囲気は独特ね。遺跡の観光で有名な場所とはいえ、この熱気は少し怖いくらいだわ。なるほど。どうも。わしは提灯が大好きなんじゃ。提灯の明かりを照らすのことだけを考え、生きてると言っても過言ではない。過言やろ。連なっている提灯はこの村のシンボルの一つなんじゃ。今日も提灯は美しいわい。と言いたいところじゃが、長いこと使い続けてきたせいか、ボロボロになった提灯があっての。ずっと明かりが絶えない提灯にしたいが、肝心の張り布を切らしてしまってな。調達できず困っておるんじゃよ。キラーアンブレラという魔物が持っている丈夫な張り布があれば、目的も叶うが、それには魔物を倒さねばならん。そこですまんが、旅の方よ。お主らは相当腕が立つと見える。丈夫な張り布を手に入れてくれんか？プチャラオ村にいるおじいさんに明かりの絶えない提灯を作るため、キラーアンブレラという魔物を倒し、丈夫な針布を手に入れてくれと頼まれた。オッケー。おお、やってくれるとありがたい。困っている人に救いの手を差し伸べるとは、旅の方は誠に心の広いお人じゃ。キラーアンブレラはメラチャット地方の南に雨の時だけ現れるからな。それではくれぐれもよろしく頼むぞ。条件あるんやね。クエスト、明かりを絶やさずを引き受けました。提灯に美しさを。確かにね、いい感じやけど、この村の提灯。ありすぎな気がするけどね。全部あの人が作っとんかな。
とりあえずあの二人だけかな話すのは。なんだなんだなんか、なんだなんだ、独特だな、動きが。怖いんだけど。近くの遺跡で壁画が見つかってから、この村もすっかりにぎやかになったらよ。これも壁画のご利益ってやつだわかね。どういう動きマジ意味がわからんのやけど。意味がわからんすぎなんやけど。この辺なんか入ってないかな。万能薬、万能薬とか、見つかっちゃっていいんすか？もらってくよ。普通にもらってくよ。もういいな。なんかこの入り組んだ感じのね、作りとかもいいよね。何をうなだれてんの？はあはあ。あとどれだけ階段登ればいいんだ。例の遺跡までもう少しのはずなのに。くそ、遺跡に着いたらさっさと壁画を見て、その力で出世の階段も登ってやるんだ。もっと別の方向に力使った方がいいんじゃないかな。てかめっちゃスイスイ登れますよ、こんなところ。イエーイって感じなんやけど。お兄さん、体力ないな。買わないと損ですぜ。どうしようかな。詐欺じゃね？やめとけ。やめとけ、やめとけ、そんなの。買うことないよ。何してるのか知らない。あんなね、村の端っこで怪しすぎるやろ。お、なんだ、あの女の子。どうした？何があった？パパ、ママ、グス。あら、イナちゃん、ちょうどいいところに来たわ。この子ったら迷子みたいなのよ。ほら、泣かないの。大丈夫、私たちがついてるわ。ね、だからお名前を教えてちょうだい。かわいい。メル。私、メルっていうの。ここにはパパとママと一緒に何日もかけてきたの。でも、壁画のご利益でお金持ちになるんだって、そう言って、パパもママもどっかに行っちゃったの。グス。ねえ、お兄ちゃん、お願い。メルのパパとママを。お金に目がくらんで。大丈夫よ、安心なさい。私たちがあなたのパパとママを探してきてあげるわ。人としてダメなような気がする、その人たち。私は村の方を探すから、遺跡の方を見てきてくれないかしら。いいでしょ、アイナちゃん。いいよ。さすが、アイナちゃん。じゃあ、遺跡の方はよろしくね。私も村の方を探したら後を追うから。了解です。この子は、連れて行くの、私が。村におった方が安全じゃね？ここにおるん。大丈夫なの？探してくるけども。探してくるけども、そんなところにいて襲われないですか？桃のとかに。ここには出てこんのかな？ん？これは一体。ゼーハー、遺跡まであと少し。体力少ないやつ多いな。てか、下り大丈夫じゃね？ララララ、神秘の遺跡。何歌ってんだよ、行けよ。ビビビと感じますわ。世界各地のミステリースポットを巡ったマニアな私だからこそ感じるのです。この遺跡に漂う怪しげな雰囲気を。実際、遺跡の発見者は謎の失踪を遂げ、その後行方不明になっているそうですの。ミステリーに匂いがしますわ。え？迷子の少女のお母さん？残念ですが、私は違いますわ。他の方は当たってくださいまし。さっきからその辺で動いてるネズミが気になるんだけど。めっちゃ気になるんだけど何もできないんだな。あ、宝箱あるやん、これ。開けれないの？開けれねえ。扉には鍵がかかっている。くそー。まあ、そりゃそうか。みんななんで遠巻きに見てんの？壁画のご利益楽しみだわ。見に行けよ。お、壁画のある遺跡がついに目の前に。なに、感動でみんな何？写真でも撮ってんの？遺跡ナウ、みたいな。さ、この周りには何も、ないね。何もないし、誰もいないね。遺跡の中まで入っていっとんかな、もう。あ、なんか裏がある。お、宝箱発見。やりー。はい、中身は。お、レシピブック、盗賊の仕事道具集を見つけた。アイナは盗賊の仕事道具集を読んだ。ブラッドピックのレシピを覚えた。ソードブレーカー、影のターバン、ヌスットのグローブ、暗闇のミトン。やったー。めっちゃ見つけてやったー。あ、そしてなんか上に。く、消えやがった。出てこない。これぐらい離れて出てくるんやな。あれ、めっちゃ気になるわ、マジで。はい、それじゃあちょっと遺跡の中へ突撃。
部屋ここしかないの？はいはい。突入、びっくりした。これ？壁画。え、もうここまで来たけど誰もおらんやん。ほか。よう、お前も来たのか。このでかいのが噂の壁画だとよ。ふんふんふん。確かにこいつはなかなかの迫力だ。でもってそこで笑ってる彼女が俺らに幸福をくださる美女ってわけだ。まあ確かに絵にしては、何あれ、なんか切れとることない？あそこから何か。ところどころ傷もあるけど思ったより綺麗な絵ね。何か出てきそうじゃないあれ。え、なになになに、見覚えがある？あれって何でしょう。鍵のように見えますけど、なんだかとても不思議な感じ。ん？もしかして、あれ魔法の鍵じゃない？何魔法の鍵って。いろんな扉を開くことのできる鍵？おいおい、ベロニカ。派手に腹なんか鳴らして、お前そんなに腹ぺこなのか？まあ、お子様は食べるのが仕事だからな。ふっ。私じゃないわよ、失礼ね。ふん。あんたこそさっきから何よ。壁画の美女なんかに見とれちゃってさ。ええやん、ただの。そんな見とれるほどじゃない。お、え、光ったよ、光ったよ。なんかあるってこと？誰だよ。誰だよ。さっきのやつか。さっき入り口で邪魔とか言った、村の。お、これが夢にまで見た幸福を与えてくれる壁画の美女。これでこのブブーカ様も大金持ちに。おい、なんだあんたら、俺たちが見てたってのに。なんか目がうつろじゃない、大丈夫みんな。お前たちこそなんだ、さっきから壁画を見てたくせに。壁画のご利益はみんなのものだぞ。そうですとも、独占なんてずるいですぞ。そうよ、今度は私たちが幸せになる番よ。アイナ様、一旦この場からは離れた方がそうですね。何かが起こりそうな予感がする。ここの壁画の人気、甘く見てたわ。ん？どうした、アイナ？何か言いたそうだな。ずっとあの前におったら何かがあるとかかな。悪いことが。両親とはぐれた女の子を見つけて、その親を探しているだって？そいつは大変だ。みんなで手分けして探してやらないとな。さっきの中にはおらんかったんかな。アイナちゃん！お、なになに、いた？あ、おらんのか。ダメ、こっちは収穫なし。アイラちゃんの方は？それがそれっぽい人は別に。彼女のご両親、どこに行っちゃったのかしら。メルちゃんも一人で心細いだろうし、もう一度彼女に会ってみましょう。てか、来るまでの間におったやろ、あの子また。ねえ、シルビアもう会ったやろ、二回。何か悪い予感がするぞ。何かしらが起こっているような予感がする。大丈夫なんだろうか。ん？あれなんかない？気のせいかな。気のせいか、何もなかったわ。何かしらがあるような気がしたんやけど。さあ、ということで、メルちゃん。メルちゃんのところに戻りましょう。ね、絶対村からが、こっち来るときに、シルビアは一回会ったよ。おー、おった。お？変ね、メルちゃんの姿が見当たらないわ。あの子までどっかに行っちゃうなんて、この村何かあるのかしら。アイナちゃん、あの子を探しましょう。人通りの多い広場の方に行けば、誰か彼女を見かけてるかもしれないわ。うんうん、広場ね、オッケー。なんだ、どこ行ったの？自分で探しに行ったとか、多分違うと思うけど。何かしらの事件に巻き込まれたような気がするぞ。大丈夫なのか？まだなんか売りつけられそうになりよるけど。あの人は大丈夫なのか？もうなんか聞き込み中？もしかしてこの女の子が例の眉かと思って話してたんだけど、どうやら私の勘違いだったみたい。せいには他のみんなは階段を降りて村の入り口の広場に向かったみたいよ。あんたもそっちの方を探してみて。もう私はメルなんて名前じゃないわよ。このベロニカって子、急に話しかけてきて人違いなんて失礼しちゃうわ。ごめんね、ごめんね。じゃあその子が、うちのベロニカが迷惑をおかけして。そっか、ベロニカたちは見てないんか、メルちゃんの姿を。あ、おったおった。ただまた違う子やけどね。
何？おやおや、あなた旅の人だよね。遠路はるばるようこそ。村には観光で。やっぱり遺跡の壁画がお目当てかい？もう見たよ。なんか嘘くさい。あれ、これは失礼。私はこの村で商人やってるボンサックと申します。どうです？観光の記念品から村の特産品まで。お土産買うならぜひうちで。お値段も勉強させてもらいますよ。いや、いいです。ダメ。みんなで探したけど、メルちゃん見つからないのよ。あの子どこ行っちゃったのかしら。お、おや？もしやこの村で人を探してる？いやー、ちょうどよかった。あなた方は実に運がいい。あなたは何かご存じなのですか？ええ、知ってますとも。うちの嫁がね。あいつはこの先で宿屋をやってましてね。職業柄か、耳が早いのなんの。人の出入りなら何でも知ってる。マジで？本当に？あの宿に泊まれば、迷子だろうが悪い人だろうが、すぐに見つかりますよ。しかも、ふかふかのベッドまでついてくる。今後もごひいきにしてくださるなら、初回に限って、なんと宿泊料をただに。これはもう泊まるしかないですよね。いえ。泊まる？話を聞くために。はい、決まり。うちの嫁には伝えておきますので、いつでも好きな時にいらしてくださいな。ダメね。手がかりなしたわ。そういえばさっきの呼び込みのとこ、宿屋に泊まれば何かわかるって言ってたけど。どうなの？本当かな？宿屋の受付はそこの建物の2階です。うちの嫁にも伝えておきますので、いつでも好きな時にいらしてくださいな。ほいほい。2階？ここからか。中？2、あ、これか。階段あったあった。嫁？いらっしゃいませ。こちら宿屋になります。主人から連絡を受けております。宿泊のお客様ですね。ちょっと、ガタイのいいおばさん想像しとったけん、綺麗やった。めっちゃ綺麗やった。私が迷子の行方を知っている？一体何のことでしょう？あ、さてはまた主人の仕業ね。あの人ったらお客さんを呼ぶためにすぐ適当なことを言うんですよ。ごめんなさい。私にはその迷子のことはわかりません。お詫びと言ってはなんですけれど、初回の宿泊料は無料で結構ですので、ぜひ泊まっていてください。ちょうど空き部屋もありますし、お部屋の準備もできていますよ。早速泊まっていかれますか？あ、はい、じゃあ。はい、かしこまりました。ではお部屋にご案内します。ごゆるりとおくつろいください。おはようございます。昨晩はぐっすりとお休みでしたね。では、行ってらっしゃいませ。そういえば、うちに泊まっているブブーカさんという方が昨日から戻ってこないんですよ。随分遺跡の壁画にご就寝でしたけど、怪我などされていなければよいんですが、お客様も観光の際はお気をつけて。なるほど。ということはあれだね。あのまんま、やっぱりあの場所にずっとおったら何かしら悪いことに巻き込まれるっていうわけや。ん？え？出れないと思ったらこっちか。と思ったらこっちか。ほい、それじゃあ、今回は、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。そう、ということで、結局、呼び込みの男の人は嘘つきということで。え、全然いないじゃん、メルちゃん。どこ行ったよ？消えた？神隠しや。